皆様こんばんは。ご紹介に預かりました市長の峰でございます。入場した時にですね、私たちが入ってくる時よりも藤井先生たちが入ってくる方がね大変多かったなというふうに思ったところでございますが、本当は今回伊藤園大井お茶杯第65期の大井戦七番勝負の第4局をですね、ここ唐津市で開催できますことを本当に嬉しく思っております。誠にありがとうございます。そして本日は藤井大井、そしてまた、渡辺九段、本当唐津においでいただきましたと誠にありがとうございます。そしてですね、相撲、日本、将棋連盟の先生方々、はい、本当はこうやってですね、唐津においでいただきました。それと本日全国から将棋ファンの皆様がこんなにたくさんの方にですね、ご来場いただきましたことを11万7千の市民を代表いたしまして皆様方を心から感動いたしたところでございます。ようこそおいでいただきました。で今回ですね、この先ほど、杉本先生の方から、お話があったように18年ぶりの王位戦の開催になりました。この開催に対しましてですね、本当ご尽力いただきました日本西日本新聞様、また、日本将棋連盟の皆様、そして伊藤園様、そして QT ネット様、九州電力様とですね、そして皆様方のお力添えがあったことをですね、高いところからですが心から感謝申し上げたいでございます。誠にありがとうございました。で、皆さんも興味があられるかと思っておりますが、この唐津はですね、自慢することはやはり食の宝庫でございます。ですから、勝負飯と勝負おやつがですね、このお二方がですね、何を選んでいただけるのかなというのを私たちも大変楽しみにしているところでございます。まず勝負飯でございますが、佐賀牛っていうのがあるじゃないですか、まあですね、実は佐賀牛っていう名前ですけど、実は唐津市でですね6割以上飼育してるんですね。そういった流れのですね、佐賀牛を使った勝負飯、あるいはですね海産物、はい、横子のイカとかもございますが、あとは屋形石の海とかですね、いろんなものがあるんですけど、そういった海鮮丼みたいなですね、そういったもの、海産物を使った料理を10品、先生方に選んでいただこうというふうに思っているところでございます。それと勝負お菓子、勝負おやつですねに関しましては、昔からですね、今日も皆さんには多分お帰りの時にお渡しするかと思いますが、小炉まんじゅうっていうのがあると思います。これは隣にあります、特別名勝であります虹の松原のですね、松をですねちゃんと手入れするとですね、小炉ができるんですね。それをですね、古くから唐津の名家としてですね、あるわけでございまして、それをはじめとするですね、いろんな唐津なりの、勝負おやつをですね12品目はい、ご提案させていただいております。ですからね、先生というか藤井大井と渡辺九段がですね、何を選んでいただけるか、私としてはですね全部食べていただきたいです。はい、そんな思いでございますけどね、はい、ぜひ楽しみに、一緒に楽しみにいただければと。ちょっと油断を少しました。実はですね、これが決定した時にですね、一番喜んだのはうちの妻です。なんでかと言いますと、うちの妻はですね7月19日生まれなんですね。これは藤井大井先生と、ね、同じ誕生日ということでですね、はい、6ヶ月経ちましたが、改めましておめでとうございます。それもですね、実は8月19日、明日から対局始まります。はですね、僕の誕生日ですね。はい、なんかこの大井先輩ですね、痛みがあるのかなというですね、とにかく明日はそしてヨーヨーカっていうですね、歴史ある建物の中でですね、熱の入った戦いをいただくわけでございますけど、とにかくこの2日間、この唐津をですね、ベースに、戦う第4局を戦っていただくわけでございます。本当心から、敬意を表すことですね、ぜひ両棋士のですね、素晴らしい、なんていうんですか、技っていうんですか、技っていうんですか、はい、をですね、ぜひ皆さんもですね一緒に体感したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。無責任になりますが、この大井戦が、行く久しく続きますことと、今日おいでの、藤井大井、また、渡辺九段、そして、日本将棋連盟の皆様方、そして会場においでの皆様方のさら、なるご健勝ご多幸を心より記念いたしましたともに、暑い夏をですね、の中の一番の思い出になるように心から記念いたしましてご挨拶させています。皆様どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。
続きまして第4局にご協賛いただきました皆様をご紹介いたします。特別協賛の株式会社伊藤園様、ご講演をいただきました開催地の唐津市様、ご協賛をいただきました株式会社キューティーネット様、ご来賓の九州電力株式会社様、ご協力をいただいております日本将棋連盟佐賀支部様です。それでは協賛者ご来賓を代表して、特別協賛の株式会社伊藤園執行役員中四国九州地域営業本部本部長の品川長久様からご挨拶を頂戴したいと存じます。品川様お願いいたします。じゃあ皆様こんばんは。ただいまご紹介いただきました株式会社伊藤園の品川でございます。まずこの場をですね頂戴いたしまして厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。また皆様にはですね日頃から多いお茶をご愛顧たまに合わせましてですねお礼申し上げます。高い席からではございますが改めてお礼申し上げます。ありがとうございます。この第 4局ですね、この開催の地、佐賀県は 私どもが長年取り組んでおります茶産地育成事業、これをですね多大なご協力いただいております。まあ、茶産地育成事業というのはですねお茶の原料をですね栽培していただいておると。まあ、これも県の協力がなければなかなかできないことでございまして、この佐賀県では多大なご協力をいただいております。でまたですねそのお茶の原料をですね原料が大井お茶になっておりますんで、まあ、ある意味、地産地消なのかなというふうに考えております。で、この第4局、いよいよですね、明日明後日という形でですね、開催されますが、まあ藤井王位渡辺九段にはですね大井お茶を飲んでいただきながら飲んでいただいてですね、この王位戦歴史に残る対局を、歴史に残る対局になることを願っております。まあ、私ども伊藤園はですね将棋に限らず大相撲あと歌舞伎俳句と日本の伝統文化を応援させていただいております。と申しますのも私どもが取り扱う商品が日本茶というですね、日本の伝統的な食文化、まあ、そういう意味合いで、まあ、この将棋に関しても、この王位戦ですね62期から、協賛をさせていただいております。まあ、今後も、まあ、当然続けさせて継続させていただきますので、まあ、ぜひともですね今後とも大井お茶の方よろしくお願いいたします。結びとなりますが、藤井王位渡辺九段をはじめ日本将棋連盟様また西日本新聞社様唐津市の皆様、多くの関係者の皆様そして、本日お集まりのですね皆様のさら、なるご発展とご健勝を記念申し上げまして私のご挨拶を返させていただきます。本日は誠にありがとうございました。品川様ありがとうございました。それではここで対局関係者の棋士の方々をご紹介させていただきます。
立ち会い人をお務めいただきます、中田功八段です。副立ち会い並びに大盤解説をお務めいただきます、豊川孝弘七段です。日本将棋連盟理事杉本正隆八段です。記録係をお務めいただきます、関雄斗三段です。大盤解説の聞き手をお務めいただきます、武富麗女流初段です。ありがとうございました。皆様には後ほど対局の見どころをお伺いしたいと思っております。お待たせいたしました。改めまして対局者のお二人をご紹介させていただきます。5連覇を目指す藤井聡太王位です。挑戦者の渡辺明九段です。それでは対局者のお二人に明日の対局への決意を語っていただきたいと思います。まずは藤井聡太王位お願いいたします。皆様こんばんは。本日は伊藤園王位お茶杯第65期王位戦第4局の前夜祭に本当に多くの方にお集まりをいただきましてありがとうございます。はじめに本局を主催していただきます西日本新聞様、特別協賛の伊藤園様や、このご協賛ご協力をいただきました唐津市の皆様、宮廷ネット様、文字政治様、また対局場の楊洋閣様をはじめ関係各位の皆様に厚くお礼を申し上げます。私はこの唐津市に来るのは今回が初めてになりますが、この虹の松原であったり、また松浦川と唐津城のこんな画面など本当にどこを撮っても絵になるような本当に素敵な町並みだというふうに感じています。また先ほどご市長の講話の詩にもありました通り、お食事も美味しいものがたくさんあるというふうに伺っておりますので、そちらも楽しみにしております。明日からの第4局はシリーズの中盤戦の大きな一局となりますが、2日間集中して皆様に楽しんでいただけるような熱戦にしたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして挑戦者の渡辺明九段お願いいたします。皆様改めましてこんばんは。本日は伊藤園王位お茶杯七番勝負第4局の前夜祭に本当に多くの方にお越しいただきましてありがとうございます。この佐賀対局を主催していただいております西日本新聞社様はじめ関係各位の皆様方に厚くお礼申し上げます。ありがとうございます。私は佐賀県での対局は何回かやってきたんですけども、こちら唐津市に来るのは、私も初めてでして、日頃ですね、やはり食べ物の産地として結構唐津呼子さんっていうのは結構よく聞くので、いろんな食材がある場所なんだろうなということは思っていたんですけども、実際に来るのは初めてでして、非常に自然が豊かでですね、山々だったり、青い空は非常に印象に、まだ短い時間なんですけども非常に印象に残っています。
対局者として来ますとなかなかですね、対局場の外に出ることがないので、その観光というのはなかなか難しいんですけども、先ほどからのお話にあるように、いろんな美味しい食べ物を用意していただいているようですので、そういったものを食べながらですね、明日からの、対局に、力に変えて頑張っていければというふうに思っています。この王位戦はですね、明日から、4局目という、シリーズの中盤戦というところなんですけども、ここまで非常に、多くの反響をいただいておりますので、また明日から、ですね、3局目から少し間が空いたこともあって、また新しい気持ちで明日から将棋盤に向かって頑張っていきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。早稲田佐賀中学校3年鶴隆さんと鬼塚中学校3年川添瑞穂さんから花束が贈られます。それでは藤井王位、渡辺九段、どうぞ前にお越しください。皆様を代表して中学生お二人から歓迎の意を込めた花束の贈呈でございます。どうぞお渡しください。よろしくお願いいたします。非常に緊張した様子の鶴さんと川添さんでございましたが、歓迎の意を込めて花束を贈呈していただきました。こんなことも説明してくれますか。記念撮影の方には笑顔が出るといいんですけれども、関係者の方々、撮影は大丈夫でしょうか。関係者の方々の撮影大丈夫でしょうか。はい、かしこまりました。それでは、鶴さん、そして川添さん、ありがとうございました。どうぞご登壇ください。それでは藤井王位と渡辺九段はそのままお二人で写真撮影をさせていただきます。よろしくお願いいたします。唐津市、皆様からの贈与である花束を受け取っていただきまして、その花束を持っての記念撮影とさせていただきます。皆様の心からの歓迎の思い、激励の思いが届いているのではないでしょうか。関係者の方々、撮影は大丈夫でしょうか。ありがとうございました。